どうもワインです。そしてこちらは我が家で温めていたエミューの卵4つですね。結構コメント欄とかでもね、気になった方多かったみたいなんですけども、この4つの卵60日以上温めて帰りませんでした。エミューの卵って本来ね、50からまあ大体55、6日ぐらいですかね、多くてもぐらいで孵化してくれるんですけども、ちょっと余裕を持ってね、多めに2ヶ月以上温めていたんですけども、一つも帰りませんでした。鳴き声が聞こえるとかね、箸打ちが始まってるっていうこともなく、一切のひびなどなく一つも生まれませんでした。今回もまたちょっとね、こちらの卵を割ってみて、中がどうなっていたのか、どの程度発生していたのか確認して、まあなんで孵化しなかったのかっていうのをね、考えていきたいと思います。まず一つ目の卵、うわぁ、これ毛が見えてるよ。途中まで、うわ、だいぶ途中までほとんど発生が進んでましたね。もうほとんどエミューの形になってた。でもこれももう生まれるっていう感じではないですね。まだエミューの形にはなってるけど、生まれてくるときはもうちょっと大きいですね。本当にもうほとんど最終段階ぐらいで発生が止まってしまってたんですね。なんでダメだったんだろう。ここまで来てたのかよ。なんでダメだったんだろう。じゃあ次、二つ目の卵。うわ、これもか。うわー、これもだ。これも結構成長してた。さっきの子と同じぐらいかな。もう生まれるってぐらいのサイズではないけど、もうほとんどエミューの形にはなってましたね。なんでだろう。どっちも同じぐらいの時期ってことは、どっちも同じ原因で、その時期に何かあったのか。50日ちょっと前とか、そんぐらいかな。じゃあ3つ目です。これももしかしたら、そうだ、なんか形になってるぞ。でもさっきの子たちよりは、いや、同じぐらいか。同じぐらいだぞ。この子も相当エミューの形になってます。マジかよ。じゃあラスト4つ目で、この卵がなんかちょっとなんかね、なんか付着物みたいなのついてるんですよね。これもしかしてなんかちょっとだけ箸打ちして、ここになんか隙間、ひびとかがなんかできて、そっからなんかの液体が出たものが固まったものなのかなとかいう気もするんで、これきっと期待してたんですよね。もしかしたら出てくるのかなとか思ってたやつなんですけど、これはどうなんだ。爆発した。あ、これはむしろ全然全く発生してなかった。なんだこれ、なんか黄身みたいなやつが多分50日60日ずっと温められて、なんかゼリー状の固形物になってるけど、すごい、すごい匂いがするな、これ。まあ、卵をずーっと腐らせたら、こんな感じになるんだろうな。あ、これは発生すらしてなかった。無精卵だったのかな、もしかしたら。そうか。これはもう本当に最初から発生してない感じですね。はい、という感じで今回は、エミューの卵4つを、まあ、約2ヶ月温めて、すべて帰りませんでした。それを開封したら、1つは全く発生していない。おそらく無精卵と思われる卵だったんですけども、3つはもうほとんどエミューのヒナの形になっていた。本当にもうあと何日かすれば生まれてきた可能性もあったんじゃないかっていう卵だったんですけども、最後の方で何かしら理由があってみんな発生が止まってしまったみたいですね。多分ほとんどみんな同時期だと思うんですけど、一体何が悪かったんですかね。まあ、鳥って、まあ、天卵って言ってね、卵を温めながら動かしてあげる必要があるんですけども、その天卵を孵化するちょっと前、1日前とか2日前ぐらいから、天卵を一回やめたりもするんですよ。
そうしないとね、なんかうまく卵の中から出てこれなかったりするもんで、だからその転卵を止めるのが遅かったとか早かったとか、でもあの感じだったな、もうすぐ箸打ちして出てくるっていう感じの大きさでもなかったから、多分転卵を止める前とかの段階でもう発生が止まっちゃってる感じもするんだけど、どうなんだろうな。でもみんな同じタイミングだったから、何かしら同じような原因がその時にあったんだろうなっていう感じがしますね。あんだけね、三つとも途中までは順調に成長してくれてたんで、卵が悪いとか親が悪いとかそういったことはないと思うんですよね。何かしら環境、まあ、つまり俺のやり方が悪かったんだろうなと思います。で、あのフランキーね、結構いいやつなんで、温度湿度は自動で管理してくれるし、転卵も自動でやってくれるんですけど、湿度かな、ちょっと今回ね、遅めにもらった卵だったんですよ。まあ、通常であればなんか、まあ3月の初旬から中旬ぐらいに卵を手に入れて温めてたんですけども、今回ちょっと遅めにもらったんで、エミューが孵化するまでの間に梅雨が入っちゃったんですよね。当然なんか部屋の湿度もかなり上がっちゃって、エミューが孵化するのにちょうどいい湿度は30から50度ぐらいって言われてるんですけど、だから50度上回っちゃったこともあったんですよね。で、フランキー、湿度も管理してくれるんですけども、湿度を足すことはできても、乾燥させることができないみたいで、まあ、エアコン使ってね、部屋の湿度を下げるとかで対応してたんですけども、やっぱりちょっとね、湿度が上がっちゃってる時があったんで、それとかなのかなぁ。ちょっと他にあんまり原因が考えられないですけど、やっぱ本当に鳥の孵化って難しいですね。で、今年はね、もうエミューの卵を手に入れることはできないと思うんで、来年またね、孵化のチャレンジをしたいなと思ってるんですけど、まあ、今年ね、もうニュースをご覧になった方もいると思うんですけども、北海道のオホーツクエミューランドってね、最初のエミューを孵化させた卵を購入させていただいたところが、鳥インフルエンザが出て、エミューをね、すべて処分してしまったらしいんですよね。だから今後あそこでエミューの卵が販売されるってことがないんじゃないかなと思うんで、エミューの卵を入手しづらくなってくると思うんですよね。また来年ね、エミューの卵をうまく手に入れることができればいいんですけど、それができなければちょっとまた今度いつになるかわかんないって感じになっちゃいますね。まあ、それでもいつか必ずね、エミューまた買いたいと思ってますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。で、今回のエミューの卵が孵化しなかった理由について、今回エミューの卵をくださった深谷花鳥カフェオーナーの牧野さんに尋ねてみました。まあ、LINE でね、理由とかわかりますかって連絡してみたんですけども、来た返事がこちらです。理由ですが、湿度が高すぎる、または低すぎると出てこれなくなり、しごもりしてしまうことが多いです。今回は卵の中の水分は十分ありそうなので、湿度が高く、卵の中の血管が収縮せず、卵黄脳が引っ込まず出るタイミングを逃した可能性が高いですね。設定が正しくても、湿度のセンサーが狂っている可能性もあります。もう一つの可能性としては、爆発した卵はおそらく腐っていたかと思います。この卵から卵塊性の病原菌が回ったというのも考えられますね。ということだそうですね。やっぱ腐った卵が近くにあると、そこから菌が回っちゃったりすることもあるんですね。だから他の卵とかだったらね、絢爛して、もうダメそうな卵はどんどん取り除いちゃった方がいいわけですね。ただエミューの卵って本当に殻が分厚くて、普通の卵みたいにライトを照らして血管をチェックするとかで絢爛ができないんですよね。なんか他の外国の方がエミューを孵化させてる動画を見ると、水に浮かべてその浮くかどうか沈むかどうかとかで絢爛をするっていう方法もあるらしいんですけども、まあ、それも結構一長一短あって、まあ、そもそも発生が結構進んでる段階じゃないと見分けることができない。つまりもう本当にもう最初の方から無精卵で腐っちゃってる卵には対応できないですし、そうやって水に浮かべたりすることによって温度や湿度も変わっちゃうんで、それで発生が止まっちゃうっていうデメリットもあるらしいんですよね。まあ、それが怖くて俺はあえてそれはやんなかったんですけども、でこの後もう一回連絡が来まして、まあ、改めて動画見ましたが、卵黄脳が引っ込みつつあるようなので、ヒナは小さいですが、卵の大きさを考えると本当に最後に出てこれなかったようですね。湿度の方の原因が大きいと感じます。血管が高湿度で収縮せず、箸打ちを始められなくて、最終的に酸欠で亡くなったのが一番可能性として高いかと、というお話のことです。やっぱり湿度なんですね。そう、本来エミューの卵ね、3月くらいから温めて、まあ、5月とかに孵化するんですよ。だから本当はね、湿度がすごく高くなってしまう、梅雨に入る前に孵化するものなんですけども、まあ、今回梅雨に入っちゃったから湿度が高くなりすぎたっていうのもあると思うんですよね。また孵化が梅雨に入っちゃうぐらいの時期に卵を手に入れることがあったら、もうエアコンの湿度管理とかだけじゃなくて、本当に除湿機とかもいろいろフル活用して湿度が高くなりすぎないように工夫する必要があるなと、新たな知見を得ることができました。今回の失敗を踏まえて、今後エミューの卵を孵化させようっていう時は、より良い環境を作ってあげたいなと思います。